GS50 とは、鈴木が製造を販売していた、排気量 50cc クラスのオートバイである。GS50 は2005年2月26日より、全国一斉に発売された。一般的なオートバイと同じくクラッチ操作を要する、リターン式の4段変速機構を採用した、マニュアルトランスミッション搭載車である。かつて同社より販売されていたギャグと同じく、 4サイクルのバーディー系、ビジネスバイクのものを流用したエンジンを搭載しながら、専用セッティングによる高出力化を実現しており、いわゆる4ショートトンミニのカテゴリーに属する勝敗気量、かつ軽量小型のレジャーバイクである。指導方法は、キックスターターのみで、セルスターターはなし。最終年度モデルのカラーラインナップは、グラススプラッシュホワイト、ソリッドブラックの2種のみ。過去には、 マーブルエラキスレッド、ソリッドブラック、キャンディパスキアパープル、ソリッドブラックの2種もラインナップされていた。車体後部のシートカウルには、同車オプションの U 字ロックが収納できるホルダーを標準装備している。本社は、MT バイクの入門車という位置づけであり、クラッチ操作やギアチェンジといった基本操作の習得と、オートバイを操る楽しさを体感することを主な目的としている。 そうすることで他の MT バイクへ興味を抱かせるとともに、後に車体や排気量の大きいバイクへ乗り換える際の心理的な抵抗を減らすことができるからである。比較的小柄な車体ながら燃料タンク容量は8リットルもあり、高章9 5トル l のカタログ燃費と相まって航続距離が非常に長い。また、6 9 0トルのシート口は、 身長150センチメートル前後の人でも両足がしっかり地面につかほどであり、そのことが二輪車乗車時に常につきまとう不安定さという恐怖から解放する。さらに乾燥重量が69キログラムと軽く、前述した足つきの良さも手伝って、取り回しがとても楽であり、またがりながら押しかけできるほどである。2007年9月より至高の自動車。 排気が好き性強化に伴い、同年8月末日に生産を終了した。2016年8月現在、新車はほぼ流通していない。現在でもワンメイク耐久レースが開催されている。鈴木広報2005年2月21日新型、50cc スポーツバイク GS50 を発売。ありがとうございます。